明治44年生まれの祖父には年の離れた兄がいました。その兄から祖父が聞いた話に狼の習性がありました。どのような場面でその話を聞いたかは覚えていませんが、狼には2種類あると教わったそうです。そして冬になると人間の尿に集まるから、なるべく屋外でおしっこをするなと言われたそうです。実際に狼を見たかどうかは聞く機会がありませんでした。19世紀までは東北地方から九州まで広く分布していたようですが、明治38年1月23日、奈良県吉野郡小川村鷲ヶ口で捕獲された若いオスが確実な最後の生息情報とされています。狼かどうかは分かりませんが、おしっこに集まる犬のような生き物を見たことがあります。昭和40年頃のことです。父親が炭焼きをしており、冬の時期は山に入り簡易的な小屋を作り、数日間泊まりがけで炭を焼いたものでした。まだ小さかった自分も親と一緒に山小屋に泊まった時のことです。夜中におしっこをしたくなり、どうしても我慢ができず炭焼き小屋のすぐ横で小便をした時です。犬のような動物と目が合ったのです。冬の月夜は青白く本当に明るいものですが、その動物は逃げるでもなく、じっとこちらを見ていました。怖くなってすぐに小屋に戻りました。少し間を置いてからその動物を見ると、おしっこの場所を舐めているのです。果たしてその時の動物が何だったのか、今となっては確かめようもありません。もしかしたら夢だったのかもしれません。祖父にその話をしたかどうかは覚えていません。でもあれが日本狼で、その子孫が今でも生きていてほしいと思っています。